この胸に僕は僕の生き方を今決めたよ。もうどんな時も負けないような愛をください。でも愛に溺れ自分を見失った。全ては僕の誤りだった。今は遠い昔の思い出だけど「この胸を僕は僕の生き方で温めたよ。もうどんな時も変わらぬように愛をください」ではいなかった。どれだけ信じればいい自分のこと。密かに綴った未来はいつか僕を幸せにしてくれるだろう。この胸に僕は僕の生き方を今決めたよ。もうどんな時も負けないような愛をください。
きました。なんとなく思うんですけども、徳永さんが愛、ね、今で直近のアルバムでいうラブパーソン、ああやってこう愛についてすごく語ってるし届けてくれてるの、先駆けとなったのがもしかしたらこの愛をくださいなんじゃないかななんてね、少し思ったりしています。愛をくださいのアルバムもこう愛っていう言葉が結構出てきますもんね。愛の引き金とかね、愛の形とか、愛をくださいもそうですけど、やっぱりこうモヤモヤ病で、まあこう休養せざるを得ない、まあ時期があって、いろいろこう作風がねそこでだいぶ変わったんですよね。こう言葉の使い方、紡ぎ方もだいぶ変わったっていうか、こうやって愛をくださいなんていう言葉が徳永さんの口から出てくるっていうのは、それ以前のねアルバムではあまり想像できなかった気がして、その愛をっていう、愛について語るっていうのを、まあ、恥ずかしげもなく、まあはにかみながら歌ってるのはあるんですけども、まあダイレクトにね愛っていう言葉を使ってこうメッセージを届けてくれるようになったのは、きっとこの愛をくださいがきっかけなんじゃないかなと思っています。ということで、この愛をくださいね、改めて歌詞を読んでもかなりダイレクトなねメッセージとして、伝わってきますよね。この愛をくださいっていう言葉で言うと、この間ちょっと前にね、ズー愛をください、川村香織さん、まあ、辻人生さん、エコーズさんですねが作られたズー愛をくださいを、つい先日お送りしたばっかりですけれども、愛をください、ウォーウォー、愛をください、ズーってやつね、あそこちょっと声が出ない感じだったんですけど、まあ、よかったら一緒に見ていただけたら嬉しいんですけども、まあ、あの曲、あの言葉の使い方を少し影響を受けてるんじゃないかなって勝手に想像してるんですけども、なかなか出てこないですもんね、愛をくださいなんて言葉。まあでもその徳永さんが休養中に思ったのは、まあやっぱり愛をくださいっていう言葉だったりとか、それをが、まあ、ファン目線でもやっぱり徳永さんから愛が欲しいみたいなね、そういうところもあって、相思相愛の中でこの詩がね自然と出てきたのかななんて、復帰されて、非常にねファンとしても嬉しかったし、このねダイレクトなメッセージに心を打たれたなっていう、記憶がありますね。でつい先日このインスタでもね、この曲の弾き語りをしてくれていましたよね。でまあ徳永さん、あんまりこうね言葉でそういう具体的なメッセージっていうのを届けてくれるってことは少ないんですけど、この今のね世界の情勢に向けて愛が大事なんだよっていうような、メッセージも弾き語りから僕はちょっと感じていたりとか、しています。やっぱりね名曲ですね。歌ってても心にしみるし、コード進行はねすごくシンプルで、徳永さんの曲の中ではまあかなりシンプルな方ですね。まあ、シンプルなだけにこうね詩が詩にすごくこう伝わりやすいっていうかね、メロディーも凝っていないけれども、その分こうストレートにね入ってくるので、はい、ということで今日は愛をくださいを、歌ってみました。この後ね、愛をくださいのアルバムに入っている君を連れて、これはシンパニーのライブバージョン、ライブでね演奏したのがあるので、一緒にくっつけてね、今日は終わりにしたいと思います。はい、それでは今日も、最後まで聞いてくれてありがとうございました。いつものようにおまけまで見て、いただけると嬉しいです。
場所へ。